はい、おはようございます。長官太郎です。今日は3月25日の土曜日です。皆様1週間お疲れ様でした。昨日もですね、皆様の300近いいいねいただきまして、どうもありがとうございました。おかげさまで今日も早起きできています。毎日ですね、もう首の皮1枚って感じですね。もう1秒を削ってますよっていうところで、今日もですね、出勤時間まで米国株情報を丸ごとお伝えしていきます。これ毎日見てればですね、だんだん相場が分かるようになるかもねっていうところと、あと風が吹いている方向ですね、ピッと向けるようにこう風見取り能力を高めて、この相場をですね乗り切っていきましょう。あとですね、世界企業が何をしているのか知っていることはですね、まあ社会人のたしなみでしたいというところで、よろしくお願いします。今週のですねヒートマップは赤緑赤緑と交互に来てですね、今日はですねだんだん引けにかけて緑になってきました。まあちょっとですね、この半導体とかですね、ハイテク関係、この辺が少し流血してるかなというところですけども、今日はあんまり大きな動きはありませんでした。ただ天然ガスの株はですね、ちょっと爆上げしてますよ。そしてあと金利ですね、今日金利の方がまた引き続き、上昇してますね。10年金利なんですけども、今 2.493 というところでは、またさらにちょっとサムネイル作ってからなんかまた上がってますね。前日比で 5% も上がって、今 2.5 という水準まで、来てますね。それと2年債の方も、同じくですね、上昇。これ前日比で 7% も上昇というところで、金利はもうすごい勢いで、上昇してますね。これでハイパーグロース株はですね、今日はもう残らず焼かれてしまいました。そして指数はですね、今日はナスダック以外はですね、上昇してますね。でもナスダックも引けにかけて上がってきました。マイナスの 0.08%、ナスダック100ですね。そしてラッセル2000は 0.12% プラス、ダウジョンズは 0.44、SP500 は 0.5 というところですね。というところで、まあ 0.5% 未満の、小幅な上げということですけども、まあ上昇、継続となっています。そして出来高の方は相変わらず、まあそんなに高くはない感じがしてますね。ただですね、これちょっと急激なですね、金利上昇中なので、超違和感がありますよね。先週、今週はですね、コツコツ上がってきて、来週ドカーンがあるかもしれないかなというところですよね。そしてアメリカはですね、4月中旬まで、納税時期ということもありまして、まあ、この辺利確もですね、出てくるのかなというところです。で、どこ見てもですね、今報道が 0.5% 利上げということで、この回数がですね、どんどん増えてきている報道が、多いですね。そろそろですね、1回 0.75% 上げっていうような、なんか予想がですね、出てきてもおかしくないような気がしています。はい。じゃあ次はですね、まあ、この、まあ、利上げのニュースなんですけども、今、シティ銀行ですね、ここが、5、6、7、9月は全部ですね、50ベーシスポイント、利上げというふうなことをですね、言ってました。そして11、12月は25ベーシスポイント利上げですね。で、これでシティ銀行が推薦する大型株、どこかなって言ってですね、なんとこれGM だったんですよ。GM、ゼネラルモータース、自動車メーカーですね。今日はマイナス 1.58% となっています。電気自動車じゃないんですよね。で、株価はですね、この GM 年初からもう 28% も今、下落してますというところですね。そして今40ドル台で、推移してますね。で、目標ですね、これ、シティは100ドルとしてもはるか上ですね。これどこら辺ですか、もっともっともっと上を、目指してますということで、130% ぐらいですね、上昇する見込みとしています。半導体がですね、まだ不足気味ですけども、供給網の問題もありますよね。この辺いけるのか、ちょっと疑ってしまいますけどね、130% 上がったらすごいですね。で、次にですね、加熱してるとこ行きましょうかね。ドル円ですね、USDJPY と、はい。はい、ドル円いきました。今日はマイナス 0.15% で 122.14 なんですけども、このチャートがなんかもう断崖絶壁みたいに上がっちゃってますね。これ円は対ドルで約6年ぶりの安値圏ということです。ソシエテ、ジェネラルっていうところの会社のステラテジストさんがですね、1ドルなんと150円程度に下げるというか、まあ上がるというかですね、150円になる可能性をですね、今指摘しています。これ信じがたいほど過小評価されていて、売られすぎという円なんですけども、まだ下げるというふうに見ているみたいですね。で、この数年のですね、為替相場のボラティリティ不足を背景にぼんやりしていたトレーダーが、これは取引機会だということで乗じていると指摘しています。で、数年間落ち込んでいたですね、エネルギーの株、ここもですね、なかなか来ないと思ってたら大相場来ましたよね。で、遅れて為替が激動かっていうところですね。はい、ちょっと昔の、これかな、見てみますけど、これすごいですね。昔、1985年より前は250
円ぐらいだったのが、これ1990年ぐらいは確かに150ドル超えてますね。ここをこう目指して上がっていくのかっていうところですけどね。で、昔はですね、これ FX 1000倍レバレッジとかなんかトレーディングポイントとかありましたけど、今はどうなってるんでしょうかね。はい、じゃあ次なんですけども、次はですね、バイデン大統領がロシアの制裁によって食糧不足が世界的になっちゃうんじゃないかっていうことで予想してますね。ウクライナとロシアはですね、小麦の主要生産国ですけども、ウクライナは戦争で作付けと収穫が混乱と、警告しています。で、今小麦の、先物がだんだん引けにかけて上がってきて、今日は 1.5% ぐらい上がってますね。これ3月のなんか9日ぐらいにすごい高いところにいますけど、今ちょっと下がって横、ただまあ2月の末よりもですね、だいぶ上がってますね。そしてバンクオブアメリカはですね、今年のコモディティ価格はですね、コロナとか戦争、供給制約で1915年以来の大幅上昇予想ということで、これ第一次世界大戦じゃないですかね。すごいことになってますけど、本当でしょうかね。そして債券からはですね、今11週連続で資金が流出しているということで、週間の調査ではですね、株式から19億ドルが流出、そして132億ドルがですね、現金になっちゃって、21億ドルは金に流入ということで、今日の金は、ちょっと下がってますね、0.14%。ただ、2月からですね、ずんずん上がってはきてますね。小麦みたいな、同じような動きしてますね。ということで、これ株と債券はですね、共に今下ということで、ゴールドはですね、ゴールドとか食料は上という感じですね。みんなキャッシュ化してですね、防衛中ですね。キャッシュ化が一番多いですよね。で、今週のですね、騰落、ここはですね、また自作のスプレッドシートで、最後にですね、1週間分見ていきますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ次はですね、Cウェブ、次、中国また言っときますね。チャイナウェブ、今日も 8% ぐらい、下がっちゃいましたね。ですね、今日も中国株結構売られてますね。欧州企業がですね、香港離れ加速という、報道がありました。2019年に香港で民主派の抗議デモ、これがですね、拡大して、香港国家安全維持法、国安法というんですかね、これが制定されて、素晴らしい金融都市の未来がですね、香港不透明になっちゃいました。最近はですね、 44% の企業が香港を離れると答えています。そしてコロナによる入管規制、入境規制がですね、最大の課題だと、回答している方がですね 60% ということで、やっぱり中国は結構ですね、このコロナに対する規制厳しいですよね。一気に来ますね。そして、ロシアがですね、保有する、中国資産をですね、売却して資金調達をするという憶測もあるみたいです。国際金融協会によると、2月はですね、外国人投資家の中国国債保有が過去最大級に減少ということですね。中国の国債が売られてますということです。で、ウクライナの侵攻以来ですね、中国から投資マネーが前例のない規模で減っていて、他の、新興国市場にですね、移っているということです。で、中国政府がですね、市場を助ける方向にですね、先週方向転換しますよということを言ったときはですね、3月16日にこの、チャイナウェブはですね、80% も上がったんですよね。ただ今結構横してますね。ただ株価 6.5 ドルぐらいという状況ですね。ちょっと他の新興国見てみますと、今日ここですね、全部真っ赤っかになっちゃってますね。ロシアはちょっと今取引停止みたいになってますけど、小幅ですね。アルゼンチンマイナス 0.5、 トルコマイナス 0.5、 UAE マイナス 0.05 と、ただ全部、今日はマイナスとなっています。ちょっとそして雑談なんですけども、なんと長官太郎ですね、この2月の末からまだ2日しか仕事休んでないです。全然休みないですね。土日は YouTube がないのでですね、もう始発から最終まで仕事しちゃってますし、年休消化の方がですね、これ YouTube 配信よりもちょっと無理ゲーっぽいんですよね。今日また頑張ってですね、一山越えていきたいなと思ってます。はい、じゃあ次はアップルのニュースです。昨日は、いいニュースというか新しい取り組みのニュースありましたね。これアップル 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 9日連続の上昇です。今日は 0.37% 微増となってますね。で、アップルはですね、エンジニアが他の会社にですね、これ今最近引き抜かれがすごいですよね。これを防ぐために、第2ラウンドのですね、株式ボーナス配布を行います。12月に配布した時よりもですね、範囲は狭いみたいなんですけども、金額はですね、ちょっと大きくなって、10万ドルから、20万ドルということです。これすごいですよね。日本円にして今為替上がってますからね、2400万円ぐらい出ちゃう
でしょうかね、ボーナス。まあ、これ株式ボーナスみたいですけどね。そして、メタ、Facebook ですね。ここはですね、この数ヶ月で100人ぐらい Apple のエンジニアですね、引き抜いちゃってるということです。そして Apple はですね、昨日iPhone を、月額制度、サブスクリプションで、提供しますよというような報道がありましたね。これ結構大きなゲームチェンジになる可能性がありますよというような記事がですね、ちらほら、見えますね。Apple、期待ですね。決算次は、5月の6日、ゴールデンウィーク真っ只中っていうところですね。はい、じゃじゃん。じゃあ次なんですけども、次はソニーですね。日本の企業ですね。今日はマイナスの 1% となってますけども、他の株同様、最近上がってきてますね。ソニーはですね、プレイステーション向けのゲームサブスク、スパルタカスを、来週にも発表するということです。マイクロソフトの Xbox ゲームパスにですね、これ対抗するということです。で、人気タイトルをですね、揃えていて、料金がですね、最も高いプランはストリーミングも、利用できるみたいです。ソニーエンターテイメントとかありますからね。でも鬼滅の刃とかもアマゾンプライムでタダで見れますから、なんか面白いのやってくれるんでしょうかね。はい、じゃあ次はですね、 AI に行きますね。 AI あった、 C3AI です。今日は 6% ぐらい下がってますね。今日アフターではまああんまり動きなさそうですけど、ライトスピードが 1.4% ぐらい下げてますね。はい、そして C3AI 今順調に上がってきて、今日ガツンとなんかもう出来高がちょっと多めで、下がってますけども、何があったのかというと、モルガンスタンレーがですね、 C3AI の目標を31ドルから20ドルに、下げちゃいました。今20.09 とか08とかそれぐらいまで、急落してしまったんですよね。この格下げみたいな感じでですね、まあ、格は下がってなくて目標価格だけが、下がったんですね。で、これ決算はですね、 AI はC3AI 第3四半期は良かったんですよね。だんだん売上成長率も上がってきててですね、ただドイツ銀行とかバンカメに好印象を与えることはできなかったということで、懸念は、あったということですね。で、過去1年間で今株価は 67% も、下落してます。まあ、逆にこれ買いかっていうとこなんですよね。ただ利益はですね、もう全然出てないような感じだったと思うんで、ですけども、まあ、今後ですね、非常に期待してます。まあ、金融緩和局面とかですね、良くなるのかなというところですね。ただあと石油会社への、提供が多いですよね。石油今好調ですからね、余った資金はこういう AI、まあ、いろんなセンサーとかにですね、投入されがちなんで、今石油株だんだん儲かってきてますからね、また来期も AI 伸びるんじゃないかなと思ってます。はい、次キューコム、クアルコムに行きますね。じゃじゃん。次っていうところなんですけども、はい、半導体ですね。半導体も、最近ぐんぐんと上がってきてます。昨日は爆上げでしたけど、今日はまあ反発で下がってますね。今日半導体で一番上がってるのは、GFS グローバルファウンドリーズですね。ちょっと楽天証券の今中さんが最近、今日でしたかね、動画取り上げてましたね。はい、ですね、これまだ10ナノ以下の、ファウンドリーはまだ技術的にできないみたいですね。10ナノ以下の、ファウンドリーとか、まあ、その辺できるのはインテルと、TSMC とあとサムソン、これぐらいですかね。はい、そしてですね、このクアルコムのニュース、3月21日とちょっと古いニュースなんですけど、クアルコムがですね、メタバース関連に1億ドルの基金、スナップドラゴンメタバースファンドっていうのを設立すると発表しました。これ XR エコシステムと、エコシステムと拡張現実 AR、あと AI 人工知能ですね。この技術を積極的に開発している開発者と企業を支援するというような基金です。CEO はですね、メタバース市場で電力効率が高くて軽量な AR メガネのニューウェーブを起こして、豊かで没入感のある体験をですね、提供するカスタム AR チップを作成することをですね、目指していると述べました。今はですね、みんなスマホ時代ですけどね、もうちょっとしたらね、多分スマホがもうなくなっちゃって、このメガネとかですね、身につけるものにだんだん注力するというふうになると、予想しています。で、こういうちっちゃい半導体ですね、スマホとかに使うのはクアルコムですね、非常に得意としているところですからね、今後期待ですね。はい、じゃじゃん。じゃあ次はですね、エネルギーに行きますね。US オイルと行きましょうか。はい、エネルギーのニュースです。今日は原油は微妙に上がって、 UK オイルが一時120ドル突破しましたけど、今119と落ち着きました。今日は昨日より少しずつ原油上がっていて、天然ガスは、昨日よりも 3% ぐらい
上がっているという状況ですね。そして今ロシア制裁で結構目まぐるしくエネルギー事情ですね、変わってますよね。で今日はカナダが、ロシアの穴埋めというかですね、今年は原油の輸出をですね、最大で日量20万バレル、天然ガスは10万石油換算バレル増やせるというふうに発表しています。そしてアメリカはですね、年末までに EU に150億リューベルの LNG を追加供給することで、EU とですね、合意しました。しかしアナリストは新規生産施設の建設には通常2、3年かかるし、契約済みのですね、供給からこれ EU に転用するとなると価格がですね、さらに上昇するんじゃないかと懸念していますね。また150億リューベル供給したとしても、ロシアからのですね、輸入はその10倍の1550億リューベルということみたいなんで、まだそれにはですね、足りていないというような、状況ですね。それと今日あと石油がちょっと上がったのはですね、サウジアラビアの配電所と貯水タンクがですね、これ攻撃受けたということです。最近ですね、ドローンの攻撃がですね、多くなってきてますよね。これ攻撃されると石油価格がその度にですね、上がっちゃったりするんで心配ですよね。でも死者はいないみたいですし、実はですね、これミサイル撃ってるところと結託して、これ石油上げようぜってなってないでしょうねっていうところです。そういえばですね、最近ドローンのイーハンとか全然見てなかったんですけど、どうなってるのかというと、今日は中国株が軒並み、売られてるというところで、まあ、これ他のハイテクと同じような動きですね、3月の中旬から上がってきてるというと、今日は、マイナスの 4.3% の、いい反となっています。はい、じゃがじゃん、じゃあ次というところなんですけど、どんどんいきますね。次はカーニバルクルーズ CCL、決算は悪かったですよね。そして、これアーガスっていう格付け会社さんがですね、オミクロンからの回復が遅くなっていて、あと燃料がかなり急騰しているので、見通しは悪化していると考えているということです。で、設備投資の増加によって負債とですね、支払い利息も、増加するんじゃないかと予想しています。はい、そして22年度の予想 EPS を 0.08 ドルの損失に減らしてですね、23年度の EPS 予測は、1.2 ドルから1ドルに引き下げました。まあ、かなりちょっとなんか懸念してますよね。ただ燃料費がですね、落ち着けばまた倍に格上げということで考えているということです。まあ、ということで、カーニバルクルーズとかですね、この、クルーズ船、燃料費が下がったら出動ということでしょうかね。はい、今日はカーニバルクルーズだけがマイナス 0.54%、 あとの2社は、まあ、微増ですね。ノーエージャンクルーズ 0.56% 上昇となっています。はい、じゃあ次に行きます。じゃがじゃん、次は2位に行きましょうか。2位、中国の電気自動車ですね。2020年とか21年は結構上がってましたよね。はい、そして、今日は2位、決算があって、なんとマイナス 9.4% 下がってしまいました。なんかみんな同じような、動きですね。で、販売台数がですね、アナリストの予想を下回ってしまいましたね。そして、モルガン・スタンレーは新しいモデルの立ち上げが、信頼回復の鍵と信じています。最初のですね、これ NT2.0 ベースの新しい、モデル、今度ですね、ET というやつが出るみたいですけど、これの納品が3月28日に、開始されるみたいです。そして経営陣はですね、23年の Q4 に純利益が損益分岐点に達すると、見込んでいます。原材料費が高騰ながらもですね、これ粗利は 17% とそんなに、下がってないんですよね。ちょっと、米国株投資小葉様の、このまたツイッターをお借りしますね。今8800名様にフォロワーさんも増えてますよ。そしてニオは EPS 売上丸々なんですけど、Q1 のガイダンスがまあ悪かったということで、売上は予想 1.66 ビリオンに対して、まあ、1.5 から 1.56 ビリオンとか、まあ、それぐらいでちょっとダメだったと。あと納車台数は2万5000から2万6000台という、ガイダンスですね。はい、そして売上成長率がですね、これ結構落ちてるんですよね。今 49% とかに成長率が、落ちています。で、営業利益はまあ投資がかなり盛んにやってるのかですね、だいぶマイナスになってますね。そして納車台数の方がですね、今これ 44% 成長ということで、前期が 100% でしたから、これ大きく、下がっちゃってるんですよね。テスラは、50% 成長を目指してますから、この規模でまだテスラよりも、この成長がですね、低いとちょっと大丈夫かなっていう気はしてきます。次はですね、月曜日に同じく中国のシャオペンの、決算がありますね。はい、今日シャオペン引っ張られたのが 7.55%、同じく下がってますね。はい、じゃあ次っていうところなんですけども、もう6時3分になっちゃいましたんで、ちょっと巻いていきますね。また、今日も素材株のニュースです。今日素材はニューコアが上がってますね。2.6% 上昇。そして、アルコアは相変わらず
上がってるかと思ったら今日 3.26% 下がっちゃってますね。で、このアルコアアルミニウムの会社のニュースなんですけれども、アップルはですね、二酸化炭素排出量が少ない方法で製造されるグリーンアルミニウムの大口購入を開始すると発表しています。そして2019年に、イギリスとオーストラリアの資源大手、リオティントとですね、アルコアの合弁会社エリシスから少量調達してですね、これアップルが、そして MacBook Pro にですね、使用していました。エリシスはですね、アルミ製造で酸素だけを排出する技術を2024年までに、商用化する方針目標です。鉄ではですね、ニューコアが、価格は高いけどエコな鉄をですね、生産してまして、結構ですね、今売れてきてるんですよね。もうこれ素材、企業もですね、こういうふうにエコになるという時代みたいですね。日本とかこういうことできてるのかちょっとよくわかんないですけどね。だんだん時代は変わってきてますね。本当にグリーンなところに行ってます。はい。じゃあちょっとですね、次は、1週間のですね、このヒートマップ見てみましょうかね。今日は、まあ、ややというか、まあ、結構緑なんですけど、1週間で見ると、ハイテクとかですね、エネルギー、この辺のやっぱ濃ゆいところが1週間通してみると、強かったみたいですね。これちゃんと更新されてますかね。はい。じゃあですね、次はスプレッドシートで、見ていきますね。はい、スプレッドシート。で1週間振り返っていきます。今日はこの列、1週間の騰落率順に並べ替えれるところは並べ替えております。まず10年債はまあちょっと上がってるっていうか、まあさっき言ったんでちょっと置いといて、ドル円どうなってるんですかね。ドル円は1週間で 2.5% 上昇と、まあパーセンテージとしてはそうないんですね。1年間で 11% 上昇となってますね。で、ビットコインとイーサリアムは1週間で 6% ずつぐらい上がってます。まあ、株価と一緒に上がってますね。で、ナスダック、SP500、ダウジョーンズ、ラッセル2000。この辺は、ラッセル2000が1週間で見るとマイナス 0.6% となってますけど、あとは上昇みたいですね。はい、1ヶ月で見ると4から 6% しっかりと指数は上昇してます。ただ3ヶ月で見るとまだまだ、マイナスですね。ナスダックはマイナス 11% になってます。はい。あと、その他は今日、VTI、VT、VGK、ヨーロッパとかですね、全米、全世界は、まあ、微増となりました。で、今週はヨーロッパだけがマイナス 1.1% で、あとは、日本とかですね、全米、全世界は上がってますね。新興国 VWO、マイナス 0.9% です、1週間。インドもマイナス 1.1、新鮮もマイナス 2.2 ということで、まあ、新興国結構今週は、下がってるみたいですね。やっぱり、ロシアからなくなった資金、あと中国から減ってる資金が新興国に行ってるっていうのもあるんですけれども、まあ、キャッシュ化してる方がやっぱ多いんでしょうね。はい。で、コモディティは、まあ、言われるように 6% 今週上昇、強い上昇です。3ヶ月で 30% も、コモディティ上がってますよ。はい。次、あとですね、セクターの ETF で見ていくと、あ、これ1週間がちょっとオールスになってましたね。こっちが。シュッと。はい。はい。ですね、1週間で見ると軍事株が ITA、ETF が 3.4% 上昇、DBA 農作物 2.9% ということで、食料危機が来るとまたこの DBA 上がっちゃうんでしょうかね。今1年間で 32% 上昇してます。はい。で、CWEB、チャイナウェブ、ネット企業に言えればマイナス 11%、今週下がりました。今日も 8% ですね、マイナスです。そして1週間でですね、強かったセクター、結局エネルギーが 6.6%、素材株が 3.4%、公益が 2.6% ということで、インフレ局面になんか上がってくるところが強い上昇を見せましたね。で、ちょっと動きがあったみたいですね。ヘルスケアが一番今週悪かったんですね。マイナス 0.8%。不動産がマイナス 0.2% でした。今日は、まあ大体上がってるんですけど、マイナスは半導体情報技術、あと一般消費財というところで金利上昇に、ちょっと弱いところが、下がりましたね。はい、そして GAFAMT は今週はテスラは 11% も上がったみたいです。アップルも 6.5% と好調でした。みんな1週間通してみると上がってますね。そして宇宙防衛、この辺は、強いですね。1週間でロキドマチン 6%、レーセオン 5%、ノースロップグラマン 7% と、かなり軍事株もめちゃくちゃひたひた来てますね。宇宙株は今日全滅。1週間で見ても、まあ、激しいですね。アストラとロケットラボマイナス 10% 超えてます。そして AMC とゲームストップが今週 30% と70% 近く上がってるということで、ミーム株が今週は吹きましたね。爆発力ありますね、ミーム株。はい。すごいです。そして、情報技術は、ショッピファイが売られてますね。マイナス 13%。これ、アーク K がまた下がっちゃうんですね。というところで、あとはまあ、そんなに悪くなさそうですね。で、ハイパーグロースは今日全滅です。5% 以上下がったのはユニティと C3AI だけみたいですね。で、1週間で見ると同期社員が 5% 上がってるということですね。
まあ、これ1年間で 50%、 6ヶ月で 62% 下がって、ちょっとかなり売られすぎなんで、まあ、反発といったところでしょうかね。はい、1週間で見て、プラスはパランティア、データドック、あと AI、C3AI です。まだ C3AI プラスだったんですね。で、オクタはまあこのサイバーセキュリティハッキング問題があって、マイナス 20% と今週売られちゃいました。これ持ってた人、ちょっと大変ですね、これは。はい、で次、サイバーセキュリティは、1週間で見ると全部プラス 5% 以上いったのがパロアルトネットワーク、クラウドストライク、あとクラウドフレアが 5% 以上のプラスです。センチネル1がマイナス 0.2 だったんですね。で半導体は今日ほぼマイナス、5% 以上今週上がったのはインテルと、AMD となりました。はい、クアルコム 2.6% ですね。あと NVIDIA も 4.7% と上がってます。NVIDIA が1ヶ月では 17% と一番上がってますね。はい、次、ライドシェアは、今日は全部マイナス、グラブがマイナス 9% で、20% 1週間で売られてます。はい、次、C が中国株下がってるんでマイナス 6% ぐらい下がってますね、今日は。はい、通信コミュニティは今日全部大型中型マイナス、小型も、マイナスですね。はい、ロブロックスマイナス 7.4%、スキルズ 7% 今日下がりました。今週もマイナス 5% ずつぐらい下がってます。で、今日ヘルスケアの大型はそんなに動きありませんが、ビゾーワクチンが、売られてますね。1週間で 7% ずつバイオンテックモデルナ下がってます。1ヶ月では 5% とか 6% プラスですね。はい、じゃあ次どんどんいきますね。ちょっと飛ばして飛ばして、うわ、6時10分です。はい、資本材の、輸送、今日はプラスですね。1週間でもプラス。で、製造系もプラス。特にアグコ、農業機器の、2社のうちの1社ですけど、ここが 11% と結構上がりました。あ、農業機器メーカー 5%、DIA も上がってますね、1週間で。食料危機になるともっと上がるんでしょうかね。はい、次、航空株は今日は微増。クルーズ関係は、まあ、カニバルクルーズが売られましたけど、まあ、微増ですね。ホテル、レストラン、旅行はどっちかというとマイナスです。で、店舗経過、これ今週はもう 5% 以上売られたのがホームデポ、ローズ、ギャップ、レストレーション、ハードウェア、家具ですね。あとオン、アスレチックシューズ、この辺が結構売られてしまいました。電気自動車は、今日はニオエ、シャオペン、リビアンと、5% 以上売られましたね。1週間で見ても売られていますが、自動車は、全部マイナス。1週間でもどっちかというとマイナスですね。はい、あと今日銀行は、プラスです。1週間で見ると、まあ、ゴールドマンサックスとモルスター下げてますけど、まあ、どっちかというとプラス、そんなに動きありませんね。フィンテックではアファーム、マーケター今日 6% と 9% 売られてしまいましたね。アファーム1週間では 3.6% プラスです。マーケター一体いつ来るんでしょうかね。なかなか来ないですね。はい、じゃあ次、アップストアと今日 10% も売られて1週間で 17% マイナス。バクトは1週間で 20% 上がってます。まあ、ミーム株っぽいですね。生活必需品は、微増。素材株は今日は、まあ、プラマイゼロぐらいですけど、1週間で見るとめちゃ上がってます。クリブランドクリプス 20% 上昇。これ自動車に、鉄鋼供給しているところでは一番多いですね。あと、ニューコアも1週間で 16%、アルコア、アルミニウムも 11.5% 上がった。素材は強い1週間。エネルギーもめちゃめちゃ上がってますね。フレックス LNG 30%、アンテロも 22%、LNG、シニュエルエナジーが 13% と、今週強くて、今日も全部エネルギー上がりました。はい、ということで、じゃあもうちょっと時間になりましたんで、これで、終わります。今週お疲れ様でした。週末ですね、皆様、楽しいことがいっぱい起きるように、祈ってますよ。じゃあ来週もですね、よろしくお願いします。行ってきます。ありがとうございました。